辛味噌ラーメンということで、うわもうねすごい、もう真っ赤っかだなこれ、真っ赤っかすぎて中の麺が全く見えてこないです。どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ、やってきました激辛 in 大分県。はい、というわけで今回ですね、九州激辛遠征ということで、味噌の屋大分アマート店さんに来ております。こちらですね、北海道味噌を使用した、美味しい美味しい味噌ラーメンが楽しめるところを今回やっていくんですけれども、今日はですね、ここの激辛メニュー極辛味噌ラーメンに挑戦していきたいかなと思います。ペーストとなる味噌を使用して、あとですね、様々な唐辛子、そしてハバネロと、山椒のしびれも効かしたね、これでもかというね、激辛メニューになります。うん、楽しみですね。はい、でね、一応ね、なんかここのね、味噌がですね、すごいね、この味噌のこだわりがありまして、北海道知事賞を受賞した、幻の味噌を、使用しているところでね、もうとにかくね、味噌内に来たらね、味噌ラーメンを食べろということでございます。はい、それはね、楽しみですね。はい、それではね、行った人の感想を見ていきましょう。味噌屋の激辛味噌ラーメン、あかんやつや、久しぶりに胃に来る辛さしてるというね、もう文字数は少ないですけれども、もうね、その破壊力が物語っておりますけれども、一応ね、この今回ね、極辛味噌ラーメンというのがあるんですけれども、極辛味噌の他にも、なんかね、他にも、ね、辛いメニューがあるんですけれども、一応ね、ここの一番ここで辛いメニューがこの極辛味噌ラーメンということでね、まあちょっとね、ハバネロを使用してますからね、相当な辛さが、予想されます。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴはい、それ早速中入ってきたんですけれども、これね、どうやら話を聞くと、一番人気メニューは特製味噌ラーメンということでね、やはり味噌が、一番人気ということです。でね、一応ね、味噌以外にもね、なんかこう、柚子塩を使ったね、塩ラーメンとかもあります。はい。で、一応ね、で、まあ、先ほど申しました通り、この味噌の屋の、味噌はですね、北海道知事賞受賞の味噌を使用した美味しい味噌ラーメン専門店ということでね、これはね、ちょっと期待できそうですね。うまそうだなと。ということです。で、一応ね、今回この極辛味噌ラーメン頼みましたけれども、これ、ね、特製旨辛味噌ラーメンもちょっとこれ辛そうですね。ピリ辛、激辛、鬼辛とか、これもありますけれども、一応ね、マックス一番辛いのがこの極辛味噌ラーメンですね。はい、ちょっと楽しみですね。うん、じゃあちょっとしばし待ちましょう。あ、来ました。こちらが極辛味噌ラーメンということで、うわもうね、すごい、もう真っ赤っかだなこれ、真っ赤っかすぎて中の麺が全く見えてこないです。はい、じゃあ早速いただきましょう。いただきます。さあ、極辛味噌ラーメンお手並み拝見ですよということで、うわ、じゃあまずね、サクッとスープからいきましょう。いただきます。楽しみ。ハバネロだ。わあ、味噌のコクがすごいね。うまい。しかしこのハバネロが強烈に出てる。ちょっと麺いきましょう。これは縮れ麺。入っていくだよね、これもやしに、ね、麺にこれチャーシュー、そして唐辛子、山椒、ハバネロとかね、いろいろ入ってるんですけど、至って具材はシンプルですけれども、非常にこれね、スープ自体のこの味噌のね、これパンチがあって、うん、スープだけラーメンが成り立ってる感じですね。じゃあちょっとチャーシューいきましょう。チャーシューいただきます。香ばしいチャーシュー、うまっ。何このチャーシュー、ちょっと炭火で焼いたような香ばしい香りがします。若干
あれでも風味がするわ。もやしシャキシャキ、ハバネロ強烈、ハバネロすごい、残すところはスープのみ。最後ね、まあ、スープ飲みよし、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。うん、スープのこの味噌のコクがすごいすごいな、これ。あとを引くうまみがありますよ、プラス辛い。下の方はこれハバネロが沈殿してるんでね、こう辛みが結構きつくなってくるよ。えぐいな。ごちそうさまでした。それではカラサレブの発表していきましょう。味噌の屋大分マート店さんの極辛辛味噌ラーメン、カラサレブル、じゃらららじゃん、カラサレブル7です。はい、7になります。うん、いやこれね、この北海道知事賞を受賞したね、これ幻の味噌を使用しただけあってね、非常にこれスープがねコクがあって、非常に、ね、この後を引く旨味があり、美味しかったですね。そこにね、このハバネロの辛み、そして山椒のしびれを効かしたね、刺激のあるスープがね、この麺に絡まって、非常にこう美味しく食べました。うん、美味しく食べられる激辛かなと思います。うん、やっぱなんかこの後、この食べ終わった後のね、口の中のこのピリピリ感が、非常にね、心地いい感じかなと思います。うん、ちょっとね、若干ね、こうハバネロの風味がするんでね、こうハバネロのあの独特な匂いがね、ちょっと苦手な方はね、もしかしたらちょっと手こずるかもしれないんですけれども、まあ、うん、味噌、やっぱね、味噌を売りにしてるだけで、ね、非常に味噌のコク、これをね、感じれました。あとはね、一押しチャーシューがね、これね、これ炙ってるのかわかんないですけども、非常にね、この炭火焼きの香ばしい匂いでね、1枚だけじゃ食べないと、もう2枚、3枚と、もっと欲しくなるような、チャーシューでした。うん、ということで、九州激辛遠征第1弾ということで、今回やっていきましたけども、もうね、これ見ての通り、もう汗をかいたんでね、大分といえば別府、別府といえば、温泉ということでね、この後ちょっと激辛で、かいた汗を、別府のね、地獄温泉で、汗を流して、次の激辛に備えたいかなと思います。それでは、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。